なんかね。で、これは、核って言ってますけど、核分裂とはちょっと全然違う種類だっていうことをね、あの、ちゃんとあの、多分、皆さん多分、お調べになっていただけるとわかるんですけど、その、放射能の出方っていうふうなのも、ちょっと、全然その、今まであったその、核分裂、どうしても水爆っていうイメージがどうしてもあると思うんですけど、あの、そういうものとは全く別の、類のものなので、そこら辺のところはちょっと、見ていただけると。ドラえもんのエネルギーも核融合だとかっていうふうな話。そうそうそう。話ですからね。あとはなんだっけ。それこそ、バックトゥザフィーチャーのね、あの未来のエネルギーが核融合だったりとかなんかいうのがあってね。そう、核融合と核分裂は別の代物なんでね。そこら辺はちょっと、なんていうか。まあ、あとは最近で言うとね、確かチャンネル桜さんが確か取り上げてた、トリウム発、トリウム型の、原子力発電とか、そういうのもあったりとかするので、なんかそういうその新しい技術っていうのを確立して、より安全な、で、今回みたいな、その、震災が起きても、その、今回みたいなその深刻な放射能漏れが起きにくいような構造のものを作るっていうのは非常に重要だと思ったりとかするので、だから多分こういうのもね、次々とやっていったらいいのかななんて私はすごく思っておりますね。これがきっと、きっとこの後の私たちの未来にとって大きな、影響があると思う。あとはまあメタンハイドレート、青山さんが言ってたようなね、そういうエネルギー。だから、何か一つの、その、なんだろう、エネルギーに頼るっていうのは、どれだけ、その、危険なことかっていうふうなところですよね。ああ、そうだよね。そうですよね。ちゃんとミックスさせるっていうのがすごく重要だと私も思ってるので、何かがダメだったら、じゃあ、こっちの方でなんとか少し頑張ろうかっていうふうな、なんかそういうその配分が実は重要だったりとか、すごく思ったりとかするので、まあ、そんな感じでですね、エネルギーのこともですね、今後ともなんか、だから多分ね、私が今度日曜日9月の11日のところも、うちの周りのところに反原発のなんかデモがなんか通るそうです。で、在徳さんもなんかそれのカウンターをやるそうで、伊勢丹の近くのところでやるんですけど、まあ、私はいつもの通り東南口のところでやってるんですけど、やっぱり私もそこで声高に言いたいのは、反原発を利用して、自分たちのエデオロギーを利用して、仲間に入れようとしているような連中の耳は貸さないでほしいっていうふうなことは多分、その中で言っていこうかなと思っております。なので、少なくともですね、反原発っていうのをね、利用してる連中っていうのは、本当に私もですね、心よりお断りを、するような形でですね、まあ、頑張っていきたいかなと、思っております。ちゃんと核が怖いのは、それは皆さん、もうね、特に知ってることの話で、もっと、なんていうか、前向きにね、エネルギーのこと。エネルギーっていうのはね、私たちのその国家をね、進めていく上で重要なファクターであるっていうふうなこともね、多分それは言わなくてもきっと皆さんも多分お分かりだと思うんですけど、電気がなくなりゃ何もできないですからね、こういう放送さえもできないんですから、そういうところを、思ったりとかしてですね、思ってたりとかしております。さて、じゃあ次の話題に行ってみましょうか。お次はですね、自分がこの前ですね、早稲田の、バウっていう、ワムっていうところがございまして、こちらのところにですね、ちょっと、これだけじゃなくて、もう一つなんか、いろいろと、画像があるんですけど、WAM って言って、女と、戦争のですね、新宿区の西早稲田にあるですね。まあ、簡単に言うと、ジェンダーフリーって皆さん、
皆さんご存知でしょうか、あのジェンダー、女性のあのジェンダーってあの女性の権利とかをこう主張するような、うん、人たちがいてですね、ここまあ松井弥生さんとかがもうその最たる、人たちなんですけど、まあそういうその人たちがあの実はあののまあところにですねがあのこうなんか祀られてるようなですね、そこがもうカリスマのなんか祖としてなんかあのやってるようなそういうあの、団体がございまして、それが WAM-WAM っていうあの団体なんですけど、うん、まあそのバウネットジャパンっていうその松井弥生が作ったですね、さんが作ったあのそういうあの、団体の多分後進的な、その次にできた多分次世代の人たちで作った団体だとなんですけど、まあそこでこうね松井弥生さんがですねもうなんかもうなんかもうカリスマとしてこう祀られてるようなそういう博物館があるんですね。基本的にはですねあの従軍慰安婦とかですねかつてその旧日本軍をがですねどれだけその女性世界の女性に対して迷惑をかけてきたかと。で、こういう人たちの呼びかけによってですね、なんとですね、恐ろしいことに、九段会館って九段下の近くのところに、靖国神社の近くに九段会館のところで、女性国際審判法廷というですね、模擬裁判を行って、なんと、先帝陛下の昭和天皇をはじめ、東條さんとか、うん、ああいう人たちをですね、有罪判決を模擬裁判で行ったというね、いうことがありまして、こういう人たちがいるんですよ。で、このね、まあ、そうですね、今コメントに出た、本当妄想裁判所なんですけど、でもね、これはね、大真面目に彼女らやってたんですね。彼らか。うん。で、これがね、ちょっと次の画面とかちょっと見てみると、これ私、これ前にもで、これね、早稲田大学のすぐ近くにありましてですね、次が、の画面とか、あ、これですね。で、そのすぐ近くのところですね。これ結構面白い。じゃあ、面白くもねえかな。5階のところに結構ね、面白いことが書いてあるんですね。これワムの隣にあるですね、プロテスタント系のキリスト教会なんですよ。これ、もう中心軸になってるところで、プロテスタント系のね。なんだけど、あれあれ ?5 階のところになんか、在第二間、キリスト教会って書いてある。これ一体どういうことなのかと、うん。なんか韓国の名前がたくさん書いてあるのは一体なんでなのかと。こんな風に。だから、そのキリスト教会と言っときながら、実はその韓国の人たちとかそういう風なところと、その関与しているような、を匂わすような、実はここに。うん、プレートとしてもすでにあって、この中にはですね、実はこの2階のところには、他にも、例えばですね、石原やめろネットワークとかっていうのがあるらしいんですよ。うん、で、そういうふうな、あとアジアキリストなんたら関係とか、NCC とか、なんかそういうふうな人たち、まあそういうの、あとはね、有事法案に反対するなんとかの会とかっていうのも、このキリスト教会館の中に入ってるみたいなんですね。おー、だから、そういう人たちの巣窟になってるのが、このビル。で、その、ほどなく隣のところにですね、これ、アバコスタジオって言って、これ結構ね、結婚式場でもかなり有名なんですよ。うん。これね。うん。一階とか、このベラフィルチェっていうのがあるんですけど、これがもうかなりね、なんていうか、結婚式場でもかなり結構有名なところで、ちゃんとね、すごい綺麗な教会があって、おごそかな、キリスト教系の教会があって、で、たくさんのカップルが、ここのところで祝福されている、そういうなんか綺麗な感じのやつなんですけど、で、これ、アバコクリエイティブスタジオっていうのは、これは本当にね、60年代から70年代かけてきたスタジオなんです。結構ね、これ、老舗で有名な、多分ね、音楽関係のところでは結構ね、アバコスタジオさんですかって、それぐらいの、ぐらい、こう老舗のスタジオだったりするんですね、音楽系ですと。なんで、こういうのがあって、それでその2階のところに、この女たちの、この平和博物館っていうのが実はあるんですよ。
うん、ここにちょっとね、私はね、いろいろ乗り込んで、彼女らのですね、その、なんていうか、その、まあ一つのですね、やっぱり情報をこう得るためにですね、私は結構ここのところに何回か足を運んでたりとかしてですね、結構ね、興味深いことがいっぱいあります。うん。これちょっと次進んでみましょうか。これですね、女たちの平和と戦争記念館ワム。これ昔三鷹のロラネットって言って従軍慰安婦の資料展っていうのが昔あって、当時確か主権さんとそれから在徳さんとかがこう集まってですね、その三鷹のところにこうその従軍慰安婦展をやめろっていうふうなことをやってたんですよ。そしたらその中のね、彼女らの答弁の中で資料は、ワムさんからパネルをもらってるって言って、このワムさんが、これがその、こっからもらってるんですよね。こっからそのパネルとかもらってて、実際確かにこのパネルをお貸ししますっていうことが書いてあるんですよね。だからね、これがね、その、なんていうか、こういった人たちの、あれなんですよね。で、次ちょっと行ってみましょうか。こういう人で、だいぶね、この人たちの名前とかもだいぶ頭の中に入ってきてですね、ピンとくるようになりました。なんだけど、この中に入ってみたら、どういうわけだか、その、タダでもらえる資料の中に、焼肉キムチ大好きっていう、この在、高麗博物館っていうのが実はあって、なんで、焼肉キムチ大好きって資料があんのかなって、これすごい不思議に思ったんですね。皆さんも不思議ですよね。私も不思議だったんですよ。で、それはね、後で分かったんですよ。これ次のちょっと資料で後で多分出てくると思うんですけど、次行ってみましょうかね。うん。これ行くとね、興味深いことに、多分次から、URL 側の方かな。ああ、はいはいはい。うん、多分この、主さんの方で言うと、フリップクリップの一番最初のやつだと思うんですけどね、そっちの方に切り替えていただき、あ、その前にこれか。この、で、あ、そうそう、この立ち上がりローラネットのもうちょっと下、もうちょっと上かな。これの上の方に、なんか地図が確かあったと思うんですけど。本当イデオロギーっていう感じだよね。そうなんですよ。あ、やっぱ上の方ですね。あ、こちら、この地図。この地図のところに、実はこの WAM っていうところから、この実はその高麗記念館って、さっきで焼肉大好きってチラシあったじゃないですか。ここのところに歩くフィールドマップ、お散歩街道の中の紹介のやつがこの WAM の中にあったんですね。だから、完全にもうこの人たちは二つのこの団体が綺麗につながってるっていうことの一つの証拠でもあるんですよ。この、この文化アリランセンターっていうのが、これこれね、ちょっと、あんま大きく拡大できないかな。大久保のところにあるんですけど、私もここ行ってきたんですよね。また何回か行ってですね、いろいろちょっと、資料とかやっていきたいと思うんですけど、これはね、拡大するとね、結構面白い、ことが書いてあって。どれどれ？大久保のですね、すぐ近くのところにですね、うん、この大久保通り、どっかにね、共生の街大久保とか書いてあったんですよね。こんなのがあったりとかしてですね、かなり、不思議な、感じをですね、あ、消えた。そうですね。この共生の街大久保っていうところのこの食安通りの途中に、一階が確かね、韓国関係のその、なんていうか、雑貨市場っていうかね、食品市場なんですけどね、それのね、7階、8階のところにこの文化センターアリなんていうのがあって、それからずっとこう、青山までのこの、例のそのキリスト教のこの関係のこの WAM ってところまで、まあ散歩しながら、その日本が悪いことをやってきたんだよっていうふうなところの資料を、訪ね歩きましょうっていう、そういう地図なんですよ。これ残念なことにね。
ップ。これがね、かなりね、こういうそのフィールドマップっていう形でやってるんですね。その途中にこの富山のところにあるその、たくさんその遺骨が出てきたのも、その、なんか、かなり、その、旧、日本軍が、その悪いことをしてきたっていう、その一つの資料。うん